池本さん、今日はお忙しいところ、どうもありがとうございます。建築情報学トレンドということで、今、いろんな人が気になっているキーワードについて、いろんな方にお話を伺おうという企画で、この動画ではですね、メタバースについてお話を伺いたいと思っています。で、池本さんが、この建築情報学系という書籍の中で、オーグメンテッドソサイティ、人間拡張による社会と都市というタイトルで寄稿していただいているんですけれども、その中でも、メタバース、スーパーローカルというキーワードで、それがハイブリッドにパラレルに並行していくような社会のことを、おそらくアンバルドル化する社会というふうに捉えていらっしゃると思うんですけども、そのあたりですね、1年前に比べてやっぱり、この Facebook がメタになりますっていうところで、ガーンとメタバースへの関心が高まっている中で、さらにちょっとその、1年前ですね、考えがどのように変わったり、同じなのかみたいなところも含めて、ちょっとお話を伺いたいなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。東京大学ソニー CSL、京都の池本です。そうですね、建築情報学会のその本に書かせていただいた頃は、多分その都市が、オンライン化すると同時にフィジカルなこう価値が再検討されるだろうっていうことを書いて、当時はそのコロナが始まった頃だって、みんなテレワークとか始めた、困って、都市の未来像みたいなのを持ってました。で、最近だとそのオンライン化ってまさにメタバースみたいに、オンラインで本当に生活したり仕事したりするってことが結構真剣なのかどうか分かんないですけど、Facebook 社があれほどやってるからそうなんだろうと思うかなので、結構その2年間ぐらいかけて我々オンラインもかなり慣れてきたので、オンラインの先という話、オンラインの中に都市ができるかみたいな話と、でもやっぱりその本当のフィジカルな都市はどうなるかって、多分2つが同時に進んでるっていうのが現状かなっていうふうに思ってます。で、あとその都市でもすごく興味があるのは、日本は首都一極集中ですね、東京で。そういうそのすごい一極集中型の国に1個しか突出した都市があるっていう世界なのか、分散してコンパクトシティみたいになるかって、2つあって、多分世界的にも両立してるんですけれども、例えばアメリカみたいな典型的な分散型都市ですよね。つまり首都ってワシントン DC ですけど、別にワシントン DC に全て集中してるから全然なくて、スタンフォードもシリコンバレーもすごいとかみたいなところで、あとそのパリとかロンドンは首都集中型なんですけど、もともとあれって土着的に集中してるんです。そのセーヌ川とかテムズ川で。東京がすごく面白い。東京って超人工的ですよね。完全に人工作った都市なんです、実は。だからスマートシティなんです、江戸時代。江戸幕府作るまでは単なる田舎の一幕、一応お城だったので。で、ちゃんとした川もなくて、神田川とか全部人工なので、全部人工的に作って、だからすごい、ある意味言っちゃうとメタバース的、フィジカルのメタバース的とか、江戸幕府がガーッとやって作って、で参勤交代っていう、通勤の1年間かけてやる超無駄な通勤って無理やりやシステムとして、一極集中、人工的に作り出すってことが結構面白いですよね。実は京都も平安京もそうなので、日本って結構その人工的に都市作るってことを割とやってる国なんですね。で、ところがその江戸幕府ってあれですよね、参勤交代崩壊して、明治維新なんですけど、人口3割ぐらい減っちゃったんですね、東京って。だから、その参勤交代でみんな田舎に帰っちゃうわけですよ。だから、それってあれですよね、だから変な意味ですけど、薩長がこれテレワークでいいでしょって言ったに違いないですね。毎年来るって無駄でしょとか言って、リモートワークさせてくださいとか言ったら、で帰ると、全部それについてた侍も帰って、そうするとそれに付随した産業も全部終わっちゃって、3割ぐらい減っちゃったんですね。で多分3割一気に減るっていうのは、戦争の時疎開とそれぐらいなんじゃないかと思って、だから400年ぐらいの東京の歴史の中で、がっくり減ったのそれだけなんですけども、あと基金とかあるかもしれないですけど、で考えると、これからどうなるかですよね。だからその集中しているんですけども、今年初めて東京の人口減ったんでしたっけ、ずっとほぼこう、右肩上がりだったのが、去年初めてっていう流出の方が増えた。ですね、でそれは人口少子化もあるんですけど、もしかするとこう 今後50年間ぐらいにかけてまた3割ぐらい減るのかもしれないし、いや結局減らないかもしれないとか興味があります。でそこはその多分その東京始まって以来ぐらいな
社会変革がまた来ようとしているということで、で多分それはそのリモートワーク的なこう分散するその社会構造と、それから多分メタバース的にオンラインで仕事ができるみたいな、そういうそのフィジカルからこうバーチャルにこう移るようなっていう2つのことがまあ絡み合って起きているので、だから都市の未来って考えるときにその要因を考えないとまあうまくいかないでしょうと。で、あのアンバンドルってその書いたのは、そうするとその生活の要素とか仕事の要素っていろいろモジュールがあるわけですよね。例えばその仕事している能力とか、あとは通勤みたいなその機能とか、で、あとは会社のオフィスとか、でそういうその能力ってその今はそのあるそのシステムとしてまあ一体化したりですね、会社に通勤していって、でビルの中入ってオフィスに行って仕事して会議してまた戻ってくるみたいなっていうのは一体化したんだけど、それはだからまさにその参勤交代的にこう作り上げられたシステムで、全部バラバラにしちゃうと、あの薩長が来なくなっちゃったみたいに、今だからあれですよね、薩長じゃないですけども、あの本当軽井沢からリモートワークするとか、そういうの結構やりますよね。で、なんか そういうその、あ、じゃあ参勤交代しなくていいんだと思った瞬間に、どう変わるのかっていうのと、じゃあ今度、じゃあどこに住むかって重要ですよ、そうです、今度は。で、だからその今、多分東京近郊に住む人は通勤時間が1時間以内とか住みたいなとか、家賃はいくら以下にしたいなって、多分2つのパラメータで決めてて、で、そのパラメータの選択があまりにも大変強いので、それ以外あんま考えずに住んでたんですけど、じゃあその世界中どこでもいいってなると、どっかなとかっていうのはありますね。ヤフーさんとかがあのリモートワーク完全に認めるって、なんか飛行機通勤もあるとかなんかすごいこと言ってるんで、じゃあ沖縄に住みましょうとか、いや、あの、温泉の近くがいいですねとかっていうのは、個人的には温泉からこう、ヘッドセットつけてあの温泉使いながら仕事を VR でやるみたいなのが楽しいかないと思うんですけど、なんかそういうことも現実的ですよね。で、あとあの国際的にはあの GitLab とかが世界中からリモートワーク認めていて、でその時にあのあれなんですか、あの、世界のローカルコンペンセーションって言ってローカルパラメーターを公開した。だからシリコンバレー100にすると日本60ぐらいなんですよ。だから日本から来ると6が、要するに日本の方が物価が安かったりするので、まあ、例えばシリコンバレーで1000万円だったら日本で600万円でいいですねっていうふうなんですけど、まあ、その倍率がどうかっていうのはともかく、それって日本丸々で 60% なんです。ちょっと明らかに東京住むの不利なんですよ。もしそのシリコンバレーのリモートワークしたいんだったら。で、それでその土地代が安いとこ住んで、で、なんか気候がいいとことか食べ物欲しいとこ住むみたいになると、その今のその常識だった都市の構造っていうのが、日本においては特にその首都一極集中型って構造が、なんか一気にこう、崩れるというか、崩そうと思って働く人にとってできる時代になったっていうのが、それがまず、より面白いです。あの、メタバース的なバーチャルな世界って、人間の能力はこう、明らかに人間拡張しやすいんですよね。だから、あの、アバターに変身するかもしれないけど、あの、今、こう、ズームだとこう、あの、音声字幕がありますよね。で、今音声合成がものすごく進んでる、ボイスコンバージョンも進んでるので、もう多分10年以内にこう喋ってるといきなりこれはそのままリアルタイムで英語になる、その人の声っていうのはほぼ見えてるので、そうすると言葉の壁っていうのが、多分これ日本人にとってはめちゃめちゃ大変だった壁が、まあこの10年間でかなり崩れるでしょう。で、そうするとこの空間の壁と言葉の壁が崩れてるので、その2つが多分あれですよ、日本が海外進出しない。かったり、みんなこう頑張ってグローバルで世界行こうって言っても結局あんまり行かないっていうのが2つの壁だったんですけど、その壁も崩れるので、東京と地方とかってだけじゃなくて日本と世界って関係もあの変わるとか、変えたい人にとって変えられる。だからいつまでも同じことしたいって人は当然いるんですけど、なんか多分人口の例えば希望的には10年後に少なくとも 10% 以上はそういう海外就職してとかぐらいな。で、例えばそのシリコンバレーで日本はじゃあ 60% でいいと言って、シリコンバレーの会社に、まあ、シリコンバレーの6割ぐらいの年俸で通勤やってあの働いて、だから住んでるところはなんか好きな沖縄とかっていうライフスタイルが、なんか人口 10% ぐらいだったらすごい面白いなと思う。あとは何だろう。で、あとそのバーチャルとフィジカルとか、ビットとアトムって割とこう、二律背反みたいに、はい、あの言われるんですけど、あのだからこう、要するに現実を捨ててメタバース行きましょうみたいな。うん、でも全然そういうことなくて、まあ、結局あの体はフィジカルなので、あの VR の中入っててもかぶってるだけで、その本体は別にフィジカルのままなんですよ。完全にこう電子世界にアップローチされるっていうわけではないので、
通にこう生活してるわけで、で、ただ水飲みたくなったら、メタバースの中で水飲めないんで、やっぱり自分で水飲むわけですね。ってなると、じゃあその水が美味しいかまずいかって、食事するんだったら食べ物美味しいかまずいかっていうのは、あくまでフィジカルな話なんですね。で、一方、そのフィジカルな世界でも、だいたいこうスマホを見てますよね。はい、だからあの VR のヘッドセットを1日こうなんか8時間つけてるとか自慢してる人がいるんですけど、うん、あのスマホ8時間見てる人はざらりいるので、うん、VR の中で VR っていうかこうデジタルなこうビットのディスプレイを見続ける人ってもう世界中にざらにいるので、だからそういう意味でそのフィジカルとバーチャルっていうのは、まあ、すごいいろんなところでつながってるから、あのハイブリッド世界なんですね、完全に。だからそのどっちかっていう認知背反よりは、そのやっぱり AR 的に混ぜたところの面白さっていうのが、あの、まあ、すごい面白いかなと思ってて、なんかよく VR デモしてて、観察してて面白かったのは、VR デモして終わるじゃないですか。はい、わーって外して、最初にやるのがスマホ見ることなんですね。まあ結局ここでも、じゃ出て、本当に出てんのかなみたいな。VR に戻ってきたと思って最初にやることが、画面に。また。またビットの世界に戻ってだから そのぐらいもう気がつかないぐらいビットとアトムの世界行き来してるので、あの二律背反ではなくて、それがこう複雑に絡み合ってる、統合してるっていうところがいいかなと思ってて、だからそうするとその、あの VR とかメタバースってなんか人がいないと過疎でつまんないねってよく言う、やっと行って入ってこう 見渡すと誰もいないと思って、はい、あ困ったとかいうのがあるんですけど、リアルってあれですよね、なんか誰もいない、あの、雪でスキーしたいとか、うん、温泉独り占めしたいみたいに、誰もいないは超贅沢みたいなことがあるんです、うん。だから、なんかその、得意なところがちょっと反転してる、はい、うん。リアルってなんか、あの、本当に過疎で誰もいなくて景色がいいみたいなところすごいけど、VR 世界ってなんか、なんか結局何かしてないとつまんないですね。人と話してるとか、ゲームしてるとか。だから何かしてるのを効率化したりするのが VR っぽい、メタバースっぽい世界で、何もしないことが嬉しいのがリアルだとすると、うん、2つ合わせると、基本的に仕事的なのはかなりオンラインできるとして、それ以外の自分 あの生活っていうのは、リアルの豊かさみたいなのを追求するというのがいいかなと思って、それがまあできるようになってるわけですね。その通勤とかがもしなくなってくると。だからそういうふうにして都市を設計することが、あの未来の都市としては重要かなと思ってます。うん、だからよくあのだからスマートシティっていう言い方するんですけど、本当はスマートはオンラインの得意なコンピューター世界、はい、うん、だからスマートスペースってコンピューターの中ではすごい簡単できて、うん、だからスマートビルディングとかそういうのは、まあ、結構大変わけじゃないですか、はい、だからあのリアルは割とあの現実の良さって何かなっていうのを逆に考え直す方で、うん、で、まあ、バーチャルはその、まあ、当然ですがコンピューター的なところとか、あるいはその中での人間の交流みたいなのをこう考える方がよくて、でその2つがあることで初めて本当のスマートシティみたいなことができると、うん、だからちょっとその原稿に書いたのはスーパーローカルの時代って書いたのは、ローカルってあの、地方っていうの場所っていう意味ですよね、あのローカル、はい、うん、だから場所っていうのはフィジカルな感じの意味で、その場所とかその空間のフィジカルの価値っていうのは、あのそのオンラインがあるからこそさらにその、追求できる、それがスーパーローカルな時代だと思う。そうですね、あとはですね、 CSL 今日で最近あの浦仙木さんのお茶との世界と交流がありまして、はい、うん、茶室はすごく面白いんですね、うん、あれバーチャルなのかリアルなのかっていう、はい、実際の方なんですよね、うん、であの茶室の中って全部天然なんですけど、全てのものは人工的に手がかかってますよ、うん、だから完全にあれってシンセティックリアリティ、アーティフィシャルリアリティの世界なんですけど、でもやってることはあの都市の中に山居、市中の山居って言って、はい、都市の中に、まあ、山の中の感じとかをこう取り込もうとしているから、まあ、バーチャルリアリティ的でもあるんですけど、ただ当時その VR がなかったので、うん、そのまま持ってくるんじゃなくて、一旦こう全部芸術的に消化して、なんか生け花にしたりとか砂壁にしたりとか、なんかそういうふうにして全部こうあの森をそのままバッとこうコピーするんじゃなくて、人間が咀嚼したことで、うん、まあ、作り出してる。だからそれが実は本当の森に行くよりも、本当に山の中に行くよりも、都市の中にそういう空間を作り出すことの方が豊かだっていう発想が多分お茶 あの、うん、まあ、日本美術の神髄ですね。枯山水もそうです。でそうするとあのリアルの中にバーチャル作るときに、バーチャルリアリティってなんかこうまるで現実のようにですね、だから
実質的に、まるで現実のようにってすごく現実とこうコピーするような感じじゃなくて、現実をもう一回こうメタにして、だからなんてメタリアルとか怪しいこと言いますけど、リアルをメタにしてメタリアルみたいなのを作るのが多分その VR 技術的なメタバース的な技術の次のフェーズかなと思ってます。うん、先ほどあの今、あの茶室の話、すごく面白いなと思ったんですけど、一種その自然を一回抽象化して再構成したバーチャルリアリティっていう意味で、本当にバーチャルな、本質的なリアリティを、はい、あの体験するための、まあ、空間的なインターフェースだっていうことだと思うんですけど、まあ、天国とか地獄ってある種のまあメタバースみたいなものだとすると、まあ、教会も一種の、あの、没入型ディスプレイ、だとすると、その天国へアクセスするため の, あの壁画がいっぱいあったり、天井画があったり、まあ、ステンドグラスとパイプオルガンでその天国っていうバーチャルメタバースを体験するための、まあ、インターフェースだったんじゃないかみたいなことをちょっと雑談で話したことがあるんですけど、まあ、そういう意味で言うとあの、まあ、人類っていろんな形でそのバーチャルリアリティを体験っていうか、あの作ってきたメタバースと付き合う方法としていろんなものがあの歴史的にあるんだろうなという気がするんですけど、あの僕と歴元さんぐらい の, あの世代だとですね、あのセカンドライフとか、はい、それこそあのソニーも2000年頃あの実は私やっておりました。やってらっしゃいますよね。30年前みたいな、はい、そうですよね。あの VRML ってバーチャルソサイティで VRML の、はい、基本時代の策定とかかかったので、はい、であのその時に僕はあの電気通信大学にいたんですけど、その時にあの学生さんに、まあ、今だから言えるんですけど、あのソニーの方 の, あのアルバイトを学生さんにやってもらってた、はい、で、まあ、桜であのアバターになってもらう、アバターになってもらうっていうバイトを学生さんがやってて、でやっぱりあのあの絵のコンセプトが僕面白いなと思ってたのは、ログインする、まあ、それぞれのアカウントに、バーチャルなペットっていうか、犬を飼うっていう、あの、ストーリーになってて、本人がいない間は、その犬がバーチャルワールドをこう散歩して、他の犬だったり、他のアバターの人とインタラクションして、で、あの、ご主人さんが入ってきたら、犬がこんなことあったよって、まあ、言ってくるみたいな。そしてその、まあ、さっきその VR ワールド、バーチャルスペースが囲ってると寂しいからっていうところを、まあ、補うために、まあ、ある種、あの、自分の分身というか、アバターのさらにアバターが犬としてデザインされてたんだろうなという気がするんですけど、改めてその20年間の、まあ、この情報環境の変化、まあ、先ほど出来本さんがそのもうスマホを見るのが当たり前になってるし、多分2000年頃にあの8時間ディスプレイ見てるって言ったらちょっともうオタク扱いされて、ああ電気通信大学ねみたいなあの感じでこうさらっと流されてるような時代だったかもしれないんですけど、今だったら本当にあの学生に聞いてても8時間本当にあの HMD をかぶってゲームして気がついたら朝みたいなことは普通ですみたいなっていう人が結構いたりするので、まあ、その辺のあのデジタルワールドと人間の付き合い方っていうのは20年前と大きく変わってるって、その社会的な文脈と、やっぱ HMD が5万円で買えるっていうその技術的な文脈がまあ大きくあの変わってるとは思うんですが、その20年間、まあ、ある種あの今でいうところのメタバースといろんな形で付き合ってこられた歴元さんが思われている何かそのこのメタバースブームって本物なのかどうか、本物なのかどうなんでしょうか。なんかあの最近ニューヨークタイムズにニール・スティーブンスのまたあれがインタビューで出たらしくって、はい、本人が一番冷えてるというそうなんです、あのいや全然新しくないですよと言っちゃったとか、はい、あとメタバース、あのスノークラッシュってディストピア小説なんですけどいいんですかねみたいな、うん、書き方してて本人が結構冷えてるみたいな話がありますけれども、だから今だとやっぱまだ普及期なので、まず初めてヘッドマウントディスプレイをかぶったって人が多分この 1,2 年ですごい増えたわけですよね、うん、
だから我々って私なんで一応あの VPL の、 あのなん iPhone ジャロン・ラニアが作った、はい、30年前につけた時わーと思ったと同時に迷うと思ったので、うん、多分 それみたいな感じをみんな体験してるので、あの多分つけてすごい環境が作れるっていうことの単純な驚きはまずありますよね、うん、でどんな環境どんな世界でも作れるんだっていう、その VR 初めて触れた的な驚きが浸透してるっていうのは確かにあって、だからもうちょっとすると、あの今なんか本当にホライゾンワークスペースとかで本当本気で会議してみたみたいなやつが、うん、あのレポートが出てきて、本気で会議するとやっぱり疲れるって当たり前なんですけどそれで最初わーとか思うんだけど、これで2時間会議は無理ですねって結論が、うん、でだんだん多分落ち着いてくるとできるほどできないことは分かってくると思うんですね。なのでちょっと今そのあまりにもこうなんか競争局的な、はい、メタバースと言ってればいいじゃんみたいな、なんかすごいゼネコンみたいな人も言い出すんで怖い怖いみたいなこうなんだけど、うん、あの本気で使ってないかもしれないですまだみんな。あ、なるほど。試しで使ってるか、いや話だけ聞いてるかみたいな、うん、Facebook が言ってるっていうのは知ってるぐらいな、 そういうぐらいな人がわーっと騒いでるんで、はい、うん、あの本気で使った方がいいと思います。だから、うん、あのじゃあ自分の そもそも日本ってなんかテレワーク認めようとしないのにメタバースだけ言っていいのみたいなとか、メタバース進める会社だったら本社渋谷なんどう思うとか、そういうことですよね。だから本気で使って、うん、いや言って本社とかどこにもないですよ、メタバース空間じゃない、うん、ところが現れたら、まあそれはすごい話ですね、うん、なので今だから多分このハイプサイクル的なのが今もうすぐこうライジングエッジなんですけど、みんなが使い出すようになって分かってくると少しこう落ち着くかなとは思ってます、うん、でその中で本当に使える話っていうのはやっぱり出てくるんじゃないかなと思ってます。あの僕個人的にも大きく違うだろうなと思ってることは、そもそも僕もあの20年前にあのケーブを実際に使ってたりしてたんですけど、はい、あの頃あのケーブライブラリーっていう、まあ、ほぼ OpenGL みたいなライブラリーを使ってちまちまとポリゴンワールドを作ってたんですけれども、はい、今のそのメタバースっていうのが、まあ、ほとんどもうスマホだけでワールドが作れちゃいますよっていうツールが出始めているので、ほぼあのインターネットのホームページが誰でも作れますよっていうのと同じ、うん、あのフェーズにあるのかなっていう気がしてるんですね。まあ、だからあのどんな人でもあのメタバースが作れるよっていう中で、どんな人がどんなところに行ってどんなことが起きるのかっていうのは、本当にあの今人類が本当に実験しようとしてるのかなって気は思っていました。なのでそういう意味であのエンジニアとかデザイナーが思ってなかったようなことがあの来てくると、本当にメタバースが社会に根付いたっていうことになるのかなという気がしたりしているところですね、はい、なんかインターネットエクスポってありましたよね。ああ、昔ありましたね、はい、ブリージングアース、地球からこう地震のあるところ可視化する、あ、はい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 、ああいうそのああいうそうですね、ああいう実験みたいな時計のアートがバーッと出たみたいな、うん、はい、だから そういうことなのかもしれなくて、我々が固定観念的に思ってるその、うん、メタバースとかセカンドライフ的なのは全然違うのが出てくるっていうのが十分あります、はい、でただ一方で思うのはその、はい、今のだとあの要するに同時進行の同期型じゃないですか、今は Zoom とかもそうですけども、うん、はい、あの YouTube とかって非同期なわけです、時間的に。だから空間と時間が非同期なメディアが、まあ、主流は主流ですね、はい、インスタでもそうなんですけど、でメタバースって同期型なのでその場所にいないと意味がなくて、うん、さっきここで盛り上がったところに入った時の虚しさみたいなそうか、誰もいなくなっちゃったフェスにアートの跡地みたいな、うん、でだからその瞬間いなくちゃいけないっていう壁はどう乗り越えるかなっていうのが興味があって、うんうんうん、クラブハウスなんかそうで、その瞬間いないと意味がない、うん、だから、はい、同期型のメディアってやっぱ難しくって、うん、あの非同期だったらあ面白いねって言って後でもう一回見ます YouTube なんか、うん、だから100万回再生って後々ができるんだけど、100万人参加ってその瞬間100万人が時間そこに調整しないと入れないわけで、うん、だからそのライブとそうじゃないのっていうのが YouTube なんか同居するわけですよ、ライブ中継したの後で見ても面白いけど、
メタバースってあれをライブを中継したの後で見ると面白いんですか？なんかあんまり面白そうじゃないです。盛り上がった風景をただ YouTube で3次元で見るが面白いかっていうと、そうでもないので、同期型の壁っていうのは結構インターネットサービスとしてなかなか障壁が大きいので、そこは少し、使い方がこう制限されるかもしれないですね。そういう意味で、その、人間のアバターをメタバースに送り込んでおいて、さっきのあの、昔のソニーの方でもあったみたいな、自分の、まあ、分身みたいな、それが人間の形なのか犬の形かはわからないですけど、まあ、そういうのを送り込んどいて、後で、復習させてもらうみたいな。ですね。殺すんじゃなくて。そう。予習復習。予習復習みたいな。復習をするために送り込むのかと思って。そう、みたいな。とか。なんかポストペットではそうかもしれないです。ポストペットってちょっとそういう意味では。うん、そういう感じ。同期型で。ええ。同期と非同期がちょっとこう。そうです。それが、うまく混在できるメディアはやっぱり伸びている。うん。典型的に YouTube で。そうですね。で、あとはその、ちょっと前に AI がお金儲けする可能性あるかって、なんか論文というかエッセイ書いたことあるんですけど、はい、だからビットコインとかで、ただ AI がドローンが飛んでって、ここで写真撮ってあげるから、100円くれとかって言えるわけです。うん、そう、AI が直接お金もらうと、うん、このお金でクラウド買って、ますます成長するみたいに、うんうん、メタバース中で AI はまあ寝ないので、いつでもどこにでも現れて、まさにそのあなたのなんかアドバイスしてあげますよ、だから1時間10円くれみたいな。だから AI は無限にお金儲けできるわけです。うん、人間は時間限られてるから参加できないけど、はい、あれあなたの代わりに参加しといてあげるから、適当にあなたの意見言っといてあげますとか、うん、あなたのふりをしてあげますとか、AI が、うん。だから1時間じゃ10万円くれとか、そういう世界になると、AI が勝手に金儲けする世界観、すごく面白いと思います。なるほど。ほぼ株の世界に近づいていく。あ、そうです。株は最初からメタバースなので、バーチャルで。はい、うん、あれも今、その、お金やり取りしてるのはコンピューターがやり取りしてるけど、はい、そのメタバース中に一見アバターと思われる人が、うん、本人間かどうかって分かんないです、うん、だから多分人間じゃない可能性急激に増えると思う、はい、うん、さっきのその賑やかし仮想が悪いと思ったら賑やかしで人がいて、はい、だから適当に答えるんだけど結局それ全員イライザみたいなアバターだったとかあとソニー映画のグランツーリスモの GT ソフィア、はい、あれもだからドライバーとして人間味を感じるわけです。うん、だからこう単に速いだけじゃなくて、ちゃんとバトルする。知り合いとかの、はい、ああいうのがいると寂しくないわけで、うん、ちゃんと知り合いしてくれるのがプレイヤーとかが、うん、全部コンピューターなんだけど、はい、いると、うん、あ、すごい人がいっぱいで嬉しいと思ってる、うん、誰が人か誰が AI かもうは分かんないって、チューリングテストを超えた時代が来るとか、そういう可能性あるかもしれないです。なんか逆にちょっと人間らしく、生身の人が怒ったり泣いたりすると、あ、生身の人間が。肉が入ってたのするかもしれない。あるいはこう、なんかちゃんと、昔あれですね、カラーか白黒かってテレビ番組に表示されてた、昭和の頃って。なんか、リアルです、ね。カラー放送とか書いてあった。はい、ああいう感じで、こう、ここにこう肉とか、肉棒にとか、生身に書かないといけないとか、騙されないように、こう、ちゃんと AI と、うん、分かりやすい品質保証に反するってなるの。もう今なんかお話しいただいてるのは、そのデジタルとフィジカルをミックスする以上に、その同期と非同期もなんかこう、ハイブリッド化されていくっていう。そうだと思いますね。はい。ことが、まあ結構そのメタバースがうまく伸びるか伸びないかの。感を変えられるは、はい、ポイントな気がします。大きなポイントかもしれないですね。うん、今、授業とかみんな2倍速で見るじゃないですか。そうですね。はい、みんなじゃないですけどね。でなんかあれ2倍速で見たら単位上げないって言った先生がいたらしくって、そうなんですね、昔で、はい、炎上してたもありましたけど、はい、うん、最近あれですね、 2個同時に見ると単位上げないとか、あ、なんか早稲田が言ってそれも炎上してましたけど、はい、昔デビッドボーイの地球に落ちた男っていう映画で、はい、デビッドボーイが宇宙人なんですけど、世界中の番組バーって一斉に見て、はい、世界の知識を一気に得るシーンが、うん、まあ、そんな感じで、いや別にいっぱい見てもいいし、倍速で見て、あれですよね、半分の時間で2個見てもいいしとか、うん、そういう、そう、時間を自由に細工できるのがメディアの面白さなんで、はい、うん、それとメタバースがどうつながるかする、うん、
僕も正直元が関西人なんで、いつか関西に帰りたいなとか、アメリカでもやっぱり住んでもう一回住みたいなとか思ってたりするんで、アンバルドとかガンガンしてほしいなって。いやー、本当移動、はい、なんだろう、好きな場所に住めるは多分人間の最大の幸福の一つですよね。うん、夫婦で一人が通勤とかだとまたそういうのも動けなくなっちゃう。そうなんですね。2人が同じ地域に通勤できなければならない、うん、制約のもとで暮らすみたいな、そうしたら単身赴任みたいな話になっちゃうんですけど、うん、どっちかリモートだったらこうかなりワークが上がりますよ、ね。うん、その辺を考えると逆になんかオーストラリアでもいいなっていう気がして、おなんかやっぱ時差って厳しい。なるほど、そうですね。あ、だから、はい、ズームの時に早起きしなくて済む。そうなんですよね。だからその意味で言うと、とにかくこのタイムゾーンさえ合ってればどこでもいいんだなっていう。うん、だからこう縦に発展するかもしれないですよね。だからアジア発展、うん、文化圏ができて、代理人ビジネスだったの知ってます？代理人リアルはリアル、リアルに、はい、結婚式で親戚が嬉しいんで、おじさんになってくださいって言って、はい、おじさんになってその代理人座ってる人っていう、はい、雇えるみたいな、うん、そうやってなんかそれってさっきのアバターの世界で、ただ感じ、あれですよね、賑やかじゃないと寂しいから、寂しいよ、家族いっぱいいるように見せかける、うん、全員 AI みたいなありますよね。そう、結婚式にリアルワールドの代理人ってどういう顔して出るのかなと思って、うん、だから ご親戚の方々だった時に、はい、ちゃんと座ってニコニコしてるみたいな。そうか、でも冠婚葬祭もフィジカルである必要はないんでしょうね、もう。ああ、なんか成田さんの方と対談した時に、やっぱりコロナでお寺とかお参りできないから、はい、Zoom でいいですかっていう問い合わせすごい増えてるとか、祈願の時にやっぱりなんかスマホでこうやってとか、はいはい、あと法事とかでも、そういうの Zoom で参加する人とか多いらしいです。うんうん、だからやっぱりなんかそのおじいちゃんとかおばあちゃんになっちゃったから結婚式に行けないとか。そうなんです、今だと感染すると大変なんで。そうですよね、フィジカルには出席できないから、うん、その代わりパソコンを置いときますみたいな、はい、そういうみんなおばあちゃんもみんなかぶって結婚式にアバターでアバターこうやって操縦したりしてガガ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 、それでシンクロして食べれば、シンクロしてやれば問題なく、おばあちゃんも結婚式に参加できるんだろうな。ありますよね。うん、もうなんか技術的には可能だから、あとはなんか やるかやらないかっていう。あ、そうそうだったんです、うん、そのお寺でアバターなんてと、はい、だったら思ったのが、うん、今普通にやっちゃってるの で、ね、やればやる気の問題でしたね。うん、そうだ、確かに。やればできるっていう。やればできる子だったという。やればできる子だった、人類は。人類はそういう子。あれですよ、だからオンライン的には、なんで、うん、ソサイティ 5.0 とかいくら言ってもダメだったのが、うん、コロナ一発で全部できちゃったので、東大も全部オンライン授業にする、はい、判断してから、うん、あれを学時歴ずらさなかったので、はい、入学とか変えなかったので、もう普通にやりますよって、なんか号令かかって、ああ、やるのかみたいになったので、うん、やればできる子です。普通にやったら5年ぐらい平気でかかります。教授会で何回も議論してたから。だからそれこそ NEC の人も言ってたんですけど、ずっと働き方改革って10年以上やってたけど、何にも進まなかったんだけど、コロナで一瞬でできたんです。一瞬でできたって。何だったんだって言って、うん、言ってましたけど、なんかそれぐらいの環境の変化がなくて、いい限り逆に言うと人類がそんなにジャンプできないんだっていう。うん。そうなのかもしれない。まあ、だから戦争があったんで、そうですよね。本当とかソ連とかできたみたいに。ですよね。大きなその、まあ、災害とかがあった時に、それからブレイクスルーが生まれますよ。うん。それこそ、明治維新、さっき参勤交代がなくなったっていうのほぼ外圧で、はい、日本が変わってるのと同じですから、はい、それに近いのが今の現状なのかな。確かに。いろいろお話しいただきましたけど、改めてこの今日の話を、この建築情報学会の、
本の内容と照らし合わせながらもう一回読むとさらになんか理解が深まりそうな気がしました。はい。はい、今日はどうもお忙しい中、はい、ありがとうございました。はい。二つさんのお考えのメタバース、についていろいろとお話を、お聞かせいただきたいと思います。自分の考えるメタバース、じゃあ株式会社ザ・キルドの深津と申します。普段はアプリケーションやサービスの設計、グロース、戦略、作成などのお手伝いをさせていただいております。最近ですとノートというサービスの CXO も兼任でお手伝いをしています。はい、でメタバースについてなんですけれども、やっぱりメタバースというのはあれですよね、Facebook さんがリリース大きく方向転換をすると言って宣言をされたことで一躍有名になった感じがありますけれども、基本的には現状ですとバーチャルワールドを作り出してその中で人々が生活をするといったものを指していると考えています。ただ実際には自分個人としてはコンピューターの歴史とかデジタルの歴史あるいは人のテクノロジーの歴史というのは物事を抽象化していく方向に基本的には進化をしてきているので、そのあえて具象化する方向にメタバースというのが出したときに本当に 100% リアルワールドを再現する方向に設計が寄っていくのかというとちょっとはてなかなというふうに考えていて、むしろ今みんなが見ているメタバースあるいはみんなが想像しているメタバースというのはいわゆるその iPad が出た頃のにみんな本をこうやってめくるよねみたいなことを想像してたと思うんですけれども、ああいうのと同じような感じで、なんて言うんでしょうね、分かりやすくこういうふうに想像してるみたいなのに過ぎないんじゃないかなと思ってて、その数年後に普及したメタバースっていうのは全然違う形、全然違う姿をしているんじゃないかなといったことはすごく感じています。じゃあちょっとお話を、例えばユーザーインターフェースの進化の過程の中でデスクトップメタファーとかアイコンっていうものが発明されて、その GUI が普及することになったわけですけども、そうですね、それはやっぱりそのゼロックスの人たちがオフィスでコンピューターを使うときに、これまでのオフィスでの働き方と結びつきやすいようにコンピューターを使ってもらおうっていう形で、そのデスクトップメタファーのアイコンというものがスタートしたと思うんですけど、はい、なんか今、例えばパソコンを使ったり、スマホを使ってる人が、そのデスクトップメタファーみたいなことを意識して使ってるかっていうと、全くそんなことは多分なくて。そうですね。最初、でも最初のとっかかりとしては、これまでの習慣と、なんかこう、リンクした形でスタートはしていくんだけど、おそらく、それが当たり前になっていけば、なんで西武のアイコンがフロッピーディスクの絵になってるんでしたっけ？フロッピー見たことないですけど、みたいな若者が多分いっぱいいるのと同じように、なんかその、リアルワールドがこうだったから、バーチャルワールドをそのまんまにしようというのがスタートかもしれないが、それがより洗練されて抽象化されていくでしょうっていう、そういうお話だと思う。そうですね。その iPad とか出た当初はみんな紙のようにめくれますみたいなことで iBook のプレゼンテーションしてましたけど、3年もしたらめくるアニメーションとか確かにページめくるアニメーションなくなりましたね。基本的にああいうテクノロジーって何でしょうね、過渡期に説明するためのテクノロジー、あるいはデザインなので、十分に浸透、認知が浸透したりとか、ジェネレーションが変わったりしたらば、基本的にはなくなるタイプのデザイン、なので、例えばメタみたいな世界も、メタみたいなっていうか、その VR みたいな世界も、現実空間のコピーみたいな世界っていうのは単に分かりやすさで、現在の人間、僕らが想像できる範囲の限界値がそこだっていうだけで、適切なメタワールドあるいは VR ワールドが現実に即している保証はほぼないんじゃないかなというふうに個人的には考えていたりしています。
そういう意味で言うと、そのウェブサイトのデザインも、うん、スマートフォンが出ることによって、その縦スクロールするウェブサイトっていうのが当たり前になったというか、うん、そのクリックするよりも、そのスライドさせていくっていう、その指の動きに馴染むようなデザインになっていたと思うんですけど、はい、うん、そういう意味で言うと、そのバーチャルワールドのインターフェース自体も、まあ、おそらくですけど、そのヘッドマウンテッドディスプレイプラス手に何を持ってるかによって結構変わっていくんじゃないかなというふうに個人的には考えているんですけど、その辺はなんかどのようにお考えですか？短期の話と長期の話でだいぶ違うかなという気がするんですけれども、うん、まあ、短期の話としてはインターフェースは結局手に持つ何かみたいなものによって規定されてしまうのは仕方がないんじゃないかと思います、うん、で一方で長期の話をすると、そもそも言語でやればいいんじゃないとか、音声指でパチンってなればいいんじゃないみたいな方向に行ったりすると思うので、そもそも手に持つというのがそんなに長い間続かないんじゃないかなとは。うん、なるほど。新しい体の使い方がそのメタバースで導き出されるのかなっていうのは個人的にはちょっと関心事だったりするんですけど、実際にこう HMD ってなんか長く被ってみたりってそういう経験ってあったり？あ、あります。頭痛くなりますよね、はい、結構。うん。でだから力本さんが面白いことをおっしゃってたのは、その、うん、HMD のデモとかをして、ああ疲れたって外すんだけど、外した後にみんな最初何をしてるかっていうと、こうやっぱりスマホを見始めたりする。そうですね。スマホも一個のその、まあ、厳密な定義ではメタバースではないかもしれないけど、うん、スマートフォンというのも一個のメタ空間ですので、はいはい、うん、スマートフォンを確認するっていうのは、要はログアウトしてたメタ空間、うん、別のメタ空間にログインしたっていうことについて、はい、うん、多分そのリアルワールドかバーチャルワールドかっていう区切りじゃなくて、はい、多分リアルワールドは一個なんだけど、いくつかの本当にバーチャルワールドが複数あって、その入っては抜けて一回リアルに戻るんだけど、うん、また別のに入るっていう、まあそういう意味で言うと多分メタバースなんじゃない。ログインする空間とログインのその仕方が、まあ、新しく、まあ、普及していくんだっていう、まあそういうことなのかなっていう気も、うん、個人的にはするんですね。なのでその何かスマホがこうトイレに流しちゃって困ったみたいな、そういうなんかこう、うん、人類が初めて遭遇するなんかその奇妙な体験が、はい、HMD とともに普及とともに現れ始めたら、まあ、本物かなっていう、まあ、いっぱいいろいろ起きそうですよね。 HMD それは VR か AR か分かんないですけど、はい、うん、一番分かりやすいのは VR 空間 AR 空間見ながら歩いてたら道から落ちたとか、はい、マンホールの蓋が開いてたみたいな話が始まりますし、なんか多分笑い話のような、もしくは悲劇のような事態が、ここ数年にもし起き始めると、まあ、いい意味でその今の我々のその情報空間体験が、まあ、更新されたと言って、まあ、いいのかなという気がしますね。だからそういう意味で言うと、なんかどうでしょう、深田さんからすると、なんかそういうなんか AR とか VR の体験っていうのが、やっぱウェブのデザインってどっちかというと、そのグラフィックデザインの人たちのこう言語からスタートしたっていうか、デザイナーっていうその職能がその新しいエクスペリエンスを作っていくときに、平面のことを勉強した人がある種ウェブサイトのデザインみたいなものにこう流れていったのだとしたときに、その人たちがなんかこう作るなんか VR スペースと、なんか 2D のことを勉強してきた人の作るなんか体験と、最初からなんか 3D を作ってきた人のなんか体験が、なんかいい意味でちょっとこう違う。なんか逆に 3D の人の方が苦労しそうな気します。ああ、なるほど、ね、うん。やっぱり 3D 建築に縛られすぎちゃうので、うん、なんか一番
中間的にはゲームインダストリーの人が一番頭柔らかいみたいな感じだ。ああ、なるほど。やっぱり、例えば、じゃ建築を作るとき、建築の要素のうち 50% ぐらいは VR 空間ですごい役に立つけど、うん、50% ぐらいは根本から存在価値を否定されるようなものとなっていると思っていて、うん、例えば今ある建築って重力加速度が 9.8 であることを前提に設計されているわけじゃないですか、うん、だから例えば普通の建築家の人って重力が2方向に働いている場所でどういう建物を建てるかなっていうのを人生で多分想像したことない、はい、うん、全ての国民はワープすることが可能なので、うん、通路という概念は寄与しなくていいみたいな所有条件をもらったことがなかったりとかみたいに、はい、その建築家だからこそ考えられることもあるけども、うん、逆に建築家だからこそなんかわけわかんないとしわけわかんない縛りを食らいすぎて変わっちゃうことみたいな、両方があるような気はしますね。これまで建築の中で大事にされてきたような、例えばなんかアプローチの時間だったり、エクスペリエンスみたいなものが、まあ、結構、まあ、いや、そんな端折っていいよねみたいな。それをそのゲームインダストリーの人の方がやっぱ柔軟なんじゃないかっていうお話だったんですけど、僕その深津さんの中で、そのなんかゲームの UI と、なんかウェブサイトの UI となんかスマホの UI っていうので違いな何に気をつけて、まあ、仮にデザインをするといいのかなっていうなんかポイントみたいなのってなんか想像されてる。ゲームが一番制約条件が少ないというか受けの幅が広い気はしますよね。建築は物理空間に制約されますし、うん、ウェブの情報設計はもうほぼ縦スクロールしてテキストか動画情報が流れるみたいなところに集約してるけれども、ゲームは格闘ゲームだったりシューティングだったり、こう制約条件によってベストプラクティスが違いすぎるところがあるので、なんか見ているとやっぱゲームインダストリーはそういうところでいろんな発見とかノウハウとか一番なんだろう再現性のないチャレンジをいっぱいしてるので実験値がすごいみたいなイメージを受けますかね。確かにそのウェブサイトの使いやすさみたいなことに対する不満みたいなものとなんかそのゲームが楽しくないっていうことに対するなんか不満を改善していくみたいななんかこう全然なんか作業として違うというか、さっきあの深津さんが再現性のなさそうなチャレンジっておっしゃってたんですけど、うん、結構ウェブサイトのデザインだとどこまで見てもらえるかみたいな、そういうなんかこう分析の仕方が比較的やりやすい気がするんですけど、やっぱなんかゲームが楽しい楽しくなかったとか、まあ、より感性よりというか個人によってだいぶ違う気がするので、その辺のその感性に訴える部分、うんっていうのが比較的ゲームとか建築の方がややウェブサイトよりはなんかちょっとこう作り方としてなんか違う気もするんですけど、その辺に逆にもし深津さんがメタバース作ってくれってどっからお仕事で依頼が来た時にどんななんかチャレンジをしてみたいなみたいなことってなんか想像されたことありますか？メタバースを作ってくださいって言われた時ですか？うん、やっぱ自分だったら現実空間とどれだけ差異をつけるかっていうとこう、うん、に逆に価値を見出しますね。現実空間でできることをメタバースでやることであんまりバリューが出るとは考えてない。それは結局現実の劣化コピーか、うん、廉価版を作るって話になっちゃうので、うん、どっちかというとバリューを出すって考えるならば現実空間でも死んでもできないことっていうのをどうやって作るか提案するかっていうのが特に大事なんじゃないかなとは自分は考える方ですね。物事じゃあ比較的深津さんが作るメタバースのエッセンスはより抽象化される方向に行く感じですね。空間抽象化されるとは限らないです。その現実空間でできないというところにスコープを置くだけなので、うん、全員が空を飛ぶ世界とかそういうのかもしれないですし、なるほど、重力が全く関係がない、重力と全然違う解釈をした宇宙を作りますみたいのもなるほどあるかもしれません、うん、
そういう意味で言うと床がいらないかもしれないですね。うん、そうです。床いらないとかはすごい典型的なメタバースのポイントだとは個人的には思いますけども、ね。なるほど。柱もいらないですね。後ろちょうど背景が柱が印象的な写真使われてますけど。柱は、ね、いらないです。柱いらないのはね、うん、メタバースの大きなポイントだと僕は思ってます。うん、他のにも結構いろんなものがいらなくなるんじゃないですか、そんな風に。確かに。模型が作れないやつを作らないといけないってことですね、逆に。ああそうですね、模型が作れないやつっていう考え方はすごい革新的だとは思います、うんうん、よく建築のなんか多分授業なんかだとそんなんじゃ立たねえよみたいな風に先生になんか怒られちゃったりすると思うんですけど、うん、多分メタバースでやった場合それがスタートになってて、そうですよね、そんなん立っちゃうやんみたいな。これ一軸方向の向きしか考えてないのに。ないよね、みたいな。つまんないねって言われちゃう。多分その、うん、もっと 壁を歩かせればスペースの問題もっと解決するじゃんみたいな。うん、全然違う角度の答えとか議論が出てくると思うんですよね、はい、うん。なんかその辺の発想の転換ができる建築家なりデザイナーの人が現れたときに、まあ、最初その過渡期に使われてたかつての我々が慣れ親しんだ空間のメタファーからジャンプした人が現れた瞬間、ね、うん、楽しめる人っていうのはその自由度が圧倒的自由度が現実空間と違うところで増えたっていうところ、楽しめる人にとっては言うし、うん、逆にそれがなくなその縛りがなくなったせいで建築で大事にしてたことが全部な否定されちゃったみたいになった人にとってはつまんないとことか、うん、めんどくさいとことかになってしまうみたいですよね。その辺ってグラフィックデザインの世界でも起こったことなんですかね。グラフィックデザインもそうじゃないですか。結局インターネットなんて極論言えば雑誌が動くようになったとか、はい、本が動くようになった話なんで、うん、厳密なタイポグラフィーとか厳密なレイアウト性の部分は限界があったりとか失われて、はい、うん、けどそこにこだわって否定とかしてる人たちもいたけども、実際にはそこと違う部分のバリューでどんどん広がっていくインターネットだと思います、はい、うん、なんかそういう歴史を一回踏まえてもう一度メタバースの将来を語ろうみたいなことすると、そうそう、語ろうとか起きると思う。そのなので、うん、VR 空間において残る制約事項、残らない制約事項とか、うん、現れる、残る価値、残らない価値とかっていうのをすごい議論するっていうのはめちゃめちゃ有意義だと思っていて、はい、うん、例えば何でしょうね、VR 空間である空間にログインしたときに、どういうふうに空間が開けて、どういう空間を感じるかみたいなとかっていうのは、うんうん、建築家の人が失わずに持ってこれる場合、はいはいはい、なるほど。なんか教会に入った時にわーって思わせるみたいな。ここから先へ世界が変わるってことを可視化するかみたいな、はい、うん、こういう側面だと建築家の方々はすごいバリューを発揮できるんですけれども、うん、容積率の中でコンパクトに目的を果たすみたいなところのなんかフォーカスとか考えみたいなの持ってると、うん、ポリゴンとメモリーの問題解決すればフロア無限でいいんですみたいな話とかだったりとかそれは GPU がやってくれますよみたいな、そうみたいに、うん、そのなんだろう、価値が残る部分と残らない部分がどこにあるっていう議論をするのはすごい有意義な気がするんです、うん、同じように今までだったらなんかわかんないですけど、ある種都市計画ってスポットがあってスポットがあって、その間をどう通路でつないで、はいはい、その通路にどう結局、うん、森作ったりとかお店作ったりとかするかみたいな、うん、そういうような考え方とか例えばあったと思うんですけども、はい、じゃあ VR 空間ってスポット A からスポット B にみんなワープするから、うん、そうすると途中に通路があるって概念がないし、うん、と通路がないってことは商店街とかって通りがかるっていう商店街がなくなる。はい、目的を持っていく商店街はワープで存在するけども、うん、通勤の途中に通りがかる商店街というのがこの世から消滅するとか、うん、なんか結構全然違う脳みそを使うことがいっぱい起きるんじゃないかなと、うん、その時にだからあれですね、その
空間デザインの勉強をこれまでしてきて人の強みも出せる一方で、それが足かせになる。常識に縛られてしまうかもしれない。うん、ただ逆にその世界で、慣れ親しんでから建築を学ぶ世代とかはこれから現れてきますし、はい、そういう人たちは逆にめちゃめちゃ自由なものを作るかもしれないですよね。そしたらロサンゼルスにある、まあ、サイアークっていう、建築系の学校なんかやっぱり映画産業が隣にあるっていう前提で空間デザインを勉強するっていう意味で言うと、まあ立たなくてもいいよっていうふうに先生が、まあ、普通にいるみたいな、物語の中にある建築を作るっていうのもあるってことですね、まあ、っていう意味で言うと、まあ、ますますそういうふうなことをチャレンジする人たちが、まあ、もっと現れて、我々が見たことがないないものがどんどん生まれてくるはずだと思うんですよね、はい、で今はまだ比較的その僕らが想像できる一歩先の VR 空間も、はい、ワープとか重力がない程度の話で済んでます、はい、多分もっと次の世代とか、はい、もっと未来の世代の VR 空間でさらに違うことになってて、例えば VR と AR が完全に融合した世代とかだと、はい、なんか情報とかって目に映せばいいから空間に置く必要ないよね。そうするともう全てのモニターと全ての看板がないのがスタート地点みたいな。逆にリアルワールドがすごくこうシンプルになっていく可能性もですね。なんかね、全然違うことになってくるし、そっちで慣れ親しんだ人がそうリアルワールドで生活するときに、今度リアルワールドの方の設計も変わってきたりとかするかもしれないですね。多分一番分かりやすい例だと、まあ、VR まだ本当に普及するか分かんないですけど、VR が真に普及すると VR フレンドリーな建築っていうのが求められますよね。その空間として VR にダイブしやすい空間とは何か、はいはい、なんかこうあれですよね、HMD かぶってても壁にぶつかるのが当たり前だから、すごく滑らかな滑らかなになる空間になるかもしれないとか、壁の素材が少し柔らかい、そのウレタンとかシリコンみたいな貼ったようなのがあるかもしれないみたいなのもあったりとか、もしくは全部AR マーカーみたいなのがこうペタペタ貼られていって、やっちゃうとか。やっちゃうとか。ね、その辺のその、まあ、今朝お話した歴元さんも、その、メタバースの進化と、まあ、その、ローカルワールドとか、僕らのフィジカルワールドの進化っていうのは、パラレルに進行していくはずで、まあ、それはお互いの影響を受けながら、今日進化していくはずなんだ。お話をやっぱりされてたんですけど、まあ、それがこう本当に、まあ、どういうふうにこうなっていくのかっていうのが、まあ、今多分メタバース自体は、まあ、最初に深津さんもおっしゃられたような今我々の慣れ親しんだ空間体験のまあ延長としてスタートしているけれど、まあ、なんかその共振化とともに見たこともなかった空間なり見たこともなかった身体動作みたいなものが、なんか現れてくるんだなっていう。そうです、そうです。多分ね、そう、まだもっとアクセル入れて話していっちゃうと、はい、建築物が不動産じゃなくなるとかも VR だと普通に起きると思ってて。おう、それはどういうイメージ？つまり、その地面に固定されている不変なものであるっていうストラクチャーは、単なる物理空間の制約条件に過ぎないので、VR 空間の建築が座標に固定されていることはそもそも約束されてない、保証されてない気がするんですよね。つまりそのビルがあるとして、はい、人がビルに行くんじゃなくてビルが人のところに移動するっていう選択肢もありますし、そう、それ物理的にやってくるってことですか？物理的にというか、物理というのが何かっていうのはあるんですけれども、はい、VR なら、ビルが移動するってことも全然あり得るわけです。あれですね、そのビルにログインするっていうことが、まあ、これまでは物理的に移動するっていう意味だったわけですけど、瞬間的にログインするってことはもうビルが来てるのと同じっていう、そうとかですよね、場所を召喚するっていう感じになるかもしれません、つまり
パーティーに行きたいってなった時に、はい、今すぐ分かんないですけどこの場所でパーティーボタンを押したらば、うん、この部屋がパーティー会場に変形するみたいなこともあるかもしれないです、はい、あるいはあの部屋の間取りが固定とかも限らないんですよね、うん、例えば4メートル四方の部屋に僕たち2人が会話しているとする、はい、でここにお客さんが3人ログインした瞬間に、うん、部屋がストレッチして8メートル四方に変形するとかもあり得るみたいに、そもそも壁が固定されてるとか、なんか5分後の形状が同じであることが保証されてるとかでもない。なるほど。いや、なんかこの建物、壁固定されてるのってなんか、令和っぽいよねとかって。令和っぽいよねみたいなとかあるかもしれない。なんか僕らが昭和の建物とか明治の建物を見ると、なんとなく昭和だなとか明治だなって。思うのと同じぐらいに、うわ、なんか壁動かないんだね、この建物みたいな。あ、全然あり得る。あり得るって言うんですね、うん。例えば、すごいエンタメ感のある場所だとしたら、ディスカッションするときに、ディベートして、有利な人の方が席が高くなったりとかみたいに、うん、やや空間が変形するとか、なるほど、うん、例えば、そこの部屋に、その部屋の、なんだろう、内装と人の感情がリンクをしていて、うん、怒ってる時と機嫌のいい時で部屋の中がどんどん変化するとか、はい、あらゆることが発生しえるなと思うんですよね。実はあの僕今研究であの家具型のロボットをいろいろ作ってるんですけど、あの、まあ、イメージとしてはなんかこうだだっ広い駐車場に誰かがポチッと、じゃあ来週末公園作ってあげようみたいな感じで、ニュー公園できるみたいな感じで、ロボットがこうバーッとその駐車場に現れて公園になったり、コンポーネント単位で自走する感じですね。まあなんかまあ最初はこうトラックとか来るんだけど、トラックからあの降りて、ニューと家具ロボットが現れて、あの場所を作るみたいな、まあそういう研究を今ちょっとやってるんですけど、まあなんかそのそれが今召喚っていうお話があったんです。まさにそのイメージなんですよね。やっぱり、うん、あの、まあ、これまで、駅元さんも、そのいうキーワードを、リアル、僕たちの社会が、なんか、アンバンドル化していくんだっていう言い方をされてて、そのこれまでの機能が、空間と密接に、こう、バンドルされて、はい、あの、提供されてたんだけど、まあ、それがアンバンドル化されて、いろんなところに、こう、あの分散して、うん、違う形でコネクトしていくっていう、はい、まあ、イメージをそういうふうにおっしゃってた。あんまりですね。うん。まあそれに結構近いですかね。建築でいうと書斎とかがその最たるものですよね、うん。完全に物理空間とアンバンドルされてみんなのポケットに入るようになっちゃいました。はいはい、書斎とかは、うん。うん。それがもっともっとリアルワールドでは進むだろうし、うん、まあそれのあり方っていうのがおそらく僕らがまだ見てないメタバースのデザイン要素とリンクしていくだろうと、はい、いうのがありますね、はい、多分そう、まだまだね見てない概念はいっぱいあると思ってて、でさらに既存の概念をあのひっくり返すとこうもう一段ギアを上げてったりすると、うん、僕と長石さんが同じものを見てることが保証されないっていう時のデザインとかもあるわけ、うん、僕はここになんか海を見てるけれども、うん、中西さんは平原を見ていて、うん、みたいな、もうクオリアに近い状況になってて、うん、A さんと B さんは同じ空間にいて同じ作業や同じ価値観を共有しているのに、うん、相互が認識している空間は違うみたいなことが起きるみたいかな、はい、うん、でこうするとなんか建築の公共って何だろうみたいな感じになって、あ、公共空間は公共的なこうあの交流が起きるけれども、うん、公共空間における視的な、あ、公共空間における視覚情報は全て視的な体験に切り替わってしまうかもしれない、うんうん、つまりそのみんなみたいな概念が変形していく可能性がある、うん、はい、と思います、うん、みんな仲良くとかみんな一緒にみたいなものが、まあ、だいぶ現在でも崩れ去ってると思うんですけども、うんうん、それがもっとこうガラリと崩れて、さらに崩れていく可能性がある、
そうで、例えばあれですよね、その僕が見てるこの空間がなんかモダンデザインで、はい、中西さんが見てる空間がアールヌーボーだとして、うん、2人はリアリティを共有してないじゃないですか今この瞬間、うん、けど僕だから喋る時のなんかミニマル的なことの単語を全部 AI とかがアールヌーボーって切り替えて伝えて、はい、そちらのアールヌーボーって言葉を全部モダンとかに切り替えて伝えた場合、うん、2人が所属する世界は1ミリも共有されてないのに、うん、コミュニケーションは通じるとか、なるほど、そういうのできるんですよね、うん、見てるものの本当クオリアじゃないですけど、赤い世界見てて青い世界見てても、はい、僕の赤っていうのを AI が青って変換してそちらに伝えてたらば、うん、そんなこと関係なくリアリティを共有できるみたいな。なんかその今日もちょうど駅元さんと最近駅元さんよく京都に行ってらっしゃるので、そんな雑談をしてたんですけど、うん、京都の方って、まあ、まずい料理のことを面白い料理で、面白い味ですね、みたいに言うみたいな。相当その変化球で、その直球で言わないで、その、分かる人には分かる言い方で言うみたいな。その、これ、まあ、ある意味、それはコンテクストが共有されてないっていう。うん、状態だと思うんですけど、そのコンテクストを共有しないっていう前提でコミュニケーションをするみたいなことが、あるいはコンテクストを共有しなくても生きていけるようになるっていう、ね、うん、それこそそのこれまで建築家の人たちが考えてきた公共とか社会性とか、うん、そういったものがまあガラリと違う方向へ走っていく可能性がまああるんです。SF の世界生きてる人と、うん、動物の世界生きてる人とファンタジーの世界生きてる人が、うん、同じ空間で意思交流してるけど全員別の世界で認識して、うん、実話があったまま生きてるみたいなことはあるかもしれないですよね、うん、なんか本当にマトリックスの世界に、映画のマトリックスの世界に近づくいっちゃうのかもしれないですけど、こういうこともマトリックスよりひどいです、共有されてないですよでも多分なんかその想像力がまだ僕らの中にまだないんだなっていうだけで、逆にこの5年10年ある意味楽しみだなっていう気もしつつ、うん、怖いもの見たさみたいなところもあるんですけど、あると思います。今日話した話とかは、はい、だいぶエッジなはずですけれども、うん、それでもやっぱりまだそんな大して VR 経験してない世代が精一杯考えたエッジの世界なので、うん、これからの VR ネイティブな世界が提案する世界っていうのはもっと全然とんでもない感じになってるんじゃないでしょうかね。うんうん、確かにその学生の話なんか聞いてると、うん、HMD かけたまま普通にトイレ行ったり、はいはい、までゲームしたりするみたいな人は普通にいるので、それたちのその感覚っていうものが新しい空間体験を多分生み出していくんだろうなという気も。リアリティのあり方が全然違ってきちゃいますよね。はい、うん。じゃあぜひなんかそういう新しいエッジが見える場所に建築情報学会がなることを期待しつつ、はい、我々もちょっといろいろ頑張っていきたいなと思います。僕もまだ体験しないと分かんないこといっぱいあるんで、とりあえずいっぱい触ってみなきゃなという。はい。わかりました。なんか今日のお話、本当に力本さんも一緒にお話するともっと違う方向にいい意味でアクセル踏めたのかもなっていう気もしましたんで、ぜひ今度はシンクロするような機会がぜひあれば。今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。